俺は大型牡牛座、おまけに見年の星秀です。ね、オープン AI さんが新しい検索サービスのサーチ GPT っていうのをね、発表しましたよね。まあ界隈じゃ結構ね、色めきだってますけれども、まあこれはね、新しい AI を使った、まあ、検索エンジンということで、従来の、まあ、検索エンジンと AI による回答エンジンの、まあ、習慣に位置するような感じですかね。現在はね、まだ、ベータ版で、本格的なリリースはされてないんで、まだね、我々が、使うことはできないんで、実際にこう、使い心地がどうであるとか、どんなインターフェースでどうこうっていうのはちょっと、わからないんですけれども、今ね、オープン AI の、その、サーチ GPT の、ページがありましてね。まあ、それ URL は、概要欄の方に貼っておきますけれども、そちらの方に、まあ、予約というのかな、順番待ちリストに参加っていうボタンがありますんで、それをやっとくと、まあ、リリースした際に、連絡が来て、それから使えるような、感じになると思います。結構ね、言われてるのが、同じようなサービスでパープレキシティってあるんですよ。おそらくね、ほぼそれと同じようになるんじゃないかなって話ではありますね。まあ、パープレキシティってのはどういうものかというとですね、ちょっと舌噛みそうな名前なんですけれども、まあ従来の検索エンジンとは異なるアプローチで、まあ、情報提供を行いますということで、まあ、要は AI プラス、検索エンジンといった形になるんですよね。で、まあ、ユーザーの質問に対して AI がね、最適な回答を生成して提供しますということで、まあ、対話しながらね、要は、まあ、例えば Google さんで、検索した場合、自分でね、その探してキーワード入れて、で検索して、でこれかなこれかなって見つけてって、それでまたなんか不明な点がそのサイトを あったってことで探しながら、まあ、探したのはいいんだけど、またちょっと分かんないことが出てきた、それに関連して、そしたらまたそのキーワードを探さなきゃいけないということがあるんですけれども、まあ、これだとね、わかんないことだったら次から次に、じゃあこう、じゃあどうなの、じゃあどうなのみたいな感じで、こう、その AI の方に聞きながらやっていけるんで、かなりね、満足度は高いと思いますよ。もう、まあ、もしね、ちょっとお急ぎの方がいらっしゃったらですね、パープレキシティで、やってみたらいいですよ。多分ね、ほぼほぼ同じような感じになるんじゃないのかなとは言われてますね。で、まあ、特徴としましてはですね、先ほども今も言いましたけれども、まあ、ユーザーが質問を入力すると、まあ、AI が適切な回答を生成すると。で、回答には関連記事とか画像とか URL のリンクも、含まれて、まあ、情報の精度とね、利便性が高いと。いうことですね。で、ユーザーは AI とね、対話形式で、質問を続けることができるんで、まあ、必要な情報をより具体的に得ることができる。で、検索結果にはオリジナルのリンクが含まれて、ユーザーの詳細、まあ、情報へ、まあ、直接、まあ、アクセスできると。だから今までだったら、まあ、ずらずらとね、Google さんから検索した結果がこう1ページ目からこうずらずらと並んだやつを、まあ、自分でこれかなこれかなってやっていくような感じになったんですけれども、まあ極論よほどちょっと劣った情報でなければどれでもいいような感じですよね。で、自分がこう探しているのとこう違っているようであれば、どこのとこがどうわかんねえのか、自分は何を探していたのかとか、まあそういったところをずっとね、質問しながらこう深掘りしていくという形でいけますよね。
で、これね、やっぱり独自の、まあ、クローラーで、要は、Google とかでもそうですけども、こう、検索して、こう、出てくる結果の順番だとか、どういうサイトがありますよっていうのず、ずらずらと何ページもこう出てくるじゃないですか。あれはまあ、Google さんの、まあ、ボットっていうのがあるんですけど、それがずっと巡回しながら、ネットの世界を巡回しながら、こう、見つけていったり、削除していったり、いろいろこう、順位つけていったりするんですけれども、独自のね、そういった、OAI サーチボットというのを OpenAI さん、クローラーとして使われるみたいですね。だからまあ、その OAI サーチボットっていうのが、まあ、サイトの巡回と、まあ、情報収集を行うような、感じですよね。まあ、それはどういうことを意味するかというと、一般的な検索ユーザーに関してはあまり問題はなかろうと思うんですけれども、まあ、要は、それでなんかご商売とかされてる方ね、まあ、例えばアフィリエイトですとか、いろいろそういう商売されてる方たちは、自分のね、やっぱり、サイトなり、ね、ブログなり、その辺がこう、認識されてなきゃいけない。で、まあ、その AI でやった場合、その順位とか、その辺がどういうふうな形になるのか、ちょっとまだ、わからない部分があるんですけれども、まあ、要は、今後はちょっと独自のその、サーチ GPT 用の SEO というのが必要になってくるというとですね、要はまあ、どういった形になるんだろうな、なんか興味津々ではありますね。でもまあ、そんなにね、一般ユーザーは全く関係ない問題なんで。まあ、ちなみに、SGEO っていうらしいですね。新たな SEO 対策。Search GPT SEO の略らしいんですけどもね。まあ、この辺が、だから、ブロガーさんとか、アフィリエイトやってる方とか、ご商売やってらっしゃる方、は、ちょっと、悩ましいところにはなりますね。またそういった対策とかなんとかができてくるんでしょうけどもね。で、まあ、結局、今後多分 AI 検索時代にもう突入したということですね。まあ、Google さんだってこのまま指くわえて待っとくわけじゃないでしょうし、まあ、先ほど言いました、パープレキシティさん。こちらもまたそれなりの手は打ってくるだろうと思いますのでね。まあそういった意味ではもう本当に検索エンジンの、まあ、AI 検索エンジン時代の下克上が始まったと言えるかなと思いますね。まあ極論ですよ。もう今チャット GPT、まあ言ってみりゃもうその AI の代名詞じゃないですか。OpenAI さん。チャット GPT。ね、GPT-4o とかね。まあ、本当代名詞になっちゃってるんで、もう、天下取りたいでしょうね。今度はこのサーチエンジンの世界で、ね、要は Google さんと取って代わろうという意志が、なんか強く感じられますよね。まあ、そこにその、パープレキシティさん、これも入りまして、まあ、現状三つどもえになるのかな。まあ、あとはヤフーとかもありますけどね。他にもまあいろいろありますけども。まあ、主だったところで言えばそうなってくるんじゃないかな。この3社がこう競い合いながらという。ね。で、まあ、虎視眈々と、ね、オープン AI が天下取りを目指しているわけですよ。ね。なんかね、戦国時代にね、いろんな戦国大名が群雄割拠して、それぞれがそれぞれにいろんな思惑で、ね、天下取りをやってた。まあ、その時にね、一般市民とかね、まあ、民百姓ですよね。はもう、誰が勝つんだろうな、なんて、こう、傍観してた。今、まさになんかそういう感じですよね。ある意味、こう、
どうなんだろうなって、ちょっとゲスなね、興味もありますし、またその発表される、そのサーチ GPT というのがどんなものなのかなっていう、そういうなんか、ワクワクもありますし、なんかちょっと楽しみですね。まだまだね、ちょっと、はっきりした部分がわからないので、まあ、ちょっとした、こういった話しかできないんですけれどもね。まあ、ただただ、ちょっとここのとこ、いろいろとね、GPT-4 をミニとかね、次から次にこう、武器飛ばしてきてますからね。ミサイル飛ばしてきてますから、オープン AI が今後ちょっとどういう、形で動いていくかっていうのはちょっと、目が離せませんね。というところで、今日はおしまいにしたいと思います。この動画良かったなと思われたら、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。どうもご清聴ありがとうございました。